どうも、たかいです。著者の実力、著者の最大の力、知るための術。これから読書に挑戦する人、もしくは本読みたいなって考えている人は、どんな本か読んだらいいですかって気になるところだと思うんですよ。ところが、勧められた本を、例えば私が今まで読んだ本の中で突き抜けてるなと思ってるのはこの本なんですけど、この本を紹介したところで、この本ビジネス用なんですよ。いや、私ビジネス興味ないしっていう人は、おそらく読んだ瞬間に飽きるかもしれないです。なので、こういう著者のこういうところを見た方がいいよってことをこれから話していきます。私がこの本を選んで、しかもいいよって言ってるのは、最初に、この本取って、あ、結構いいなと思ったんですよ。普遍のマーケティング。ところがこの著者のベストセラーの本、一番最初に出したベストセラーね、がこれなんですよ。この本のどうして売れたのかっていう仕掛けを全てここで話している。まあ、全てかどうかは著者の心の水を知るってとこなんですけど、この本のいかに著者が消費者にとって手を取ってもらえるか、そして読んでもらえるか。で、読んだ上で買ってもらえるか。で、何回もむさりぶり読んで実践してもらえるかっていうことね。それを、完全に実践してもらえるかはわからないよ。しかも、手に取った人が完全に買ってくれるかもわからない。でも、その仕掛けに溢れた本なんですよ。そんな本だから、もともとダイレクトメールを打つことに長けた著者なので、いかに読みやすいか、しかいかにむさぼり読んでもらえるかっていう、そういう文章能力に尖ってるんですよね。なので、20年経ってるんですよね。1999年から発刊されて、20年もう経っちゃってるので、それでも面白いと思っちゃう本なんですよ。この本が神田正則さんの一番最初のベストセラーなので、別に神田さん以外でもいいんですけど、最初のベストセラー、その本が面白いか、もしくは自分自身にとって合っているか、そこを頼りに最初のどんな本を選んだ方がいいかなっていうことを考えたらね、著者側になっちゃうかもしれませんけど、あなた自身のベストセラー、あなた自身に合った本、出会えるんじゃないですか。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。